インベアって、これ驚くべきことにタイトル通りの作品なんですよ。やっぱりさ、こういうさ、ただただ面白いさ100分以下の映画ってさ、もうなんかそれだけ存在するだけでありがたく感じちゃうんだよね。宇野これまさのムービードライバー、この番組は私宇野これまさが車の運転をしながら映画について喋る番組です。そうですね、このムービードライバーもですね、皆さん覚えてますか？ちょうど1年くらい前にですね、車がボルボからキャデラックに乗り換えたんですよね。なのでまあこのキャデラックを運転しながら話していてもかれこれ1年経つわけですけども、あれですよ、僕この間ディーラー行きましたよ。ディーラー新たなでね、もしかしたら車を買えるかもしれない、なんだ早っって思うかもしれませんが、違うんですよ。今車ってね、もうね、注文してからね2年くらいかかるんですよ、あの引きの強い車だと。なのでディーラー行って手付金を払ってですね、ウェイティングリストに名前を入れたというですね、まあまだその段階なので、本当にね、いざ乗り換えようと思った時に欲しい車なんて買えませんから、今特にエンジン車はハイブリッドとか電気とかじゃなくてノーマルアスピレーションの高出力のエンジン車なんてのみんな今最後だと思って引きが強いので、なのでそうなんですよ、そう簡単には乗り換えられないぞっていう感じと、あと全然めちゃめちゃ気に入ってるんでね、別に乗り換えたいわけじゃないんですけど、いざ乗り換えたい時に欲しい車が手に入らないのが嫌だから、ウェイティングリストに名前を入れたという報告でした。はい、どうでもいい。はい、今日紹介するのは、9月29日公開のコカインベアーです。監督はエリザベス・バンクスなんですけども、これ重要なのはやっぱりプロデューサーのフィル・ロード&クリス・ミラーじゃないかな。なんとですね、このムービードライバーでも紹介したスパイダーマン、アクロス・ザ・スパイダーバースみたいなですね、何年もかかるですね、とてつもない、労力のかかった大傑作を、作っている間にですね、こんな適当な映画も作ってたぞっていうね、コカインベア。適当なっていうのは悪口じゃないですよ。コカインベアね、めちゃめちゃ面白かったんだよね。で、まあこれタイトルがさ、そもそも、コカインベアって言って、なんか何変な放題でもつけたのって思われるかもしれませんが、これは現代もコカインベアで、まあ今年のスーパーボールで、CM が流れた瞬間に、その、30秒の映像だけでめちゃめちゃバズったというですね。まあだから、あれだね。今年というか、ここ、最近のヒット映画の一つの法則でもあるとは言えるのかな。ここで紹介したミーガンとかもそうだけど、あれもさ、やっぱりすごいさ、コンセプトのキャッチーさでさ、わって、あとショート動画でさ、バズってさ、わってヒットしたっていういきさつがあったわけで、で、実際作品も面白かったわけなんだけど、まあ、コカインベア、タイトルのさ、つかみがもうさ、すごいじゃないですか。で、これ驚くべきことに、驚くべきことかどうかわかりませんが、タイトル通りの作品なんですよ。コカインを大量摂取したクマの話なんですよ。で、コカインベア。こんなわかりやすくていいのかっていう。ね。で、実は、これ、そんな荒唐無稽な話あるかよって思われるかもしれませんが、実話がベースになってます。とは言っても、実話がベースになってるのは設定だけね。要は、70年代の終わりから80年代の、半ばくらいにかけて、まあ、アメリカってさ、すっごいさ、南米、特にコロンビアから、コカインの密輸がめちゃめちゃ盛んだったわけですよ。まあ、これはいろんな映画で描かれてるし、映画やテレビシリーズに、それこそナルコスとかね、大傑作テレビシリーズもありましたけども、で描かれてる物語なんですけども、これは、アメリカの元、あれはなんだっけ、CIA ではないんだよな。まあ、ちょっと、何ですか、アメリカの普通の、仇の仕事を本来していた人間が、飛行機を使ってコカインを密輸するというですね、これさ、覚えてる人いるかな、トム・クルーズがさ、主演した割には、そんなに日本でも海外でもヒットしなかった、バリー・シールって映画あったじゃないですか。あれは確か空軍パイロットかな、あれはパイロットだ。パイロットが、仇のパイロットが、コカインの、南米から、アメリカへのコカインの密輸に手を染めるという話で、僕バリーシールってめちゃめちゃ好きな映画なんですけど、ダグリーマンの、監督作の中でも
結構指折りに好きな作品なんですけども、あの時期っていうのは2010年代後半はですね、今みたいなトム・クルーズのまあ何度目かのちょっとした低迷期だったよね。あ、いけないいけない、そうなのでそんなに当たんなかったんだけど面白かったと思いますよ。でバリーシールを見た人はなんとなくあの設定と近いなと思う、わかると思うんですけども、そういうですねコカインの密輸をするんだけど、それ普通にアメリカに着陸しちゃったら税関でバレちゃうからさ、まあどっかで落とすんですよね、途中で飛行機の上から。でそれをその回収係がいるっていう、まあそういうですね密輸ビジネスというのが当時盛んだったということを知らないと最初の設定で何これって思うかもしれませんが、そういうことなんですよ。でただ実際にあった話として、それがクマがいるような森に落として、でまあそのパイロットが、その後ですね死んでしまいですね回収もされず、そのまんまコカインが森に、あったんですけど、見つかった時にはかなり動物にまあ吸われてたというか、まあ吸いはしないよね、あのそのまま胃で吸収しちゃってるわけだけど食べられてたというですね。で、まあかわいそうなことにクマの死体が近くにあって、クマがコカインを吸ってというかまあ摂取してしまっていたというですね、まあちょっとこれかわいそうな話なんですけども、実際そういう話があってそっから話を広げたんですよ。要は密輸業者が森に落とした、十何キロの、まあ末端価格でいくと20億円以上だよね、これ20億円とかそういうレベルのコカインをクマが摂取して、クマが凶暴になってっていう中で森の中でいろんな人々を襲っていくというですね、まあそのまんまですね、そのまんまというか人々を襲っていくっていうのは、これはこっからがフィクション。なぜなら、これね映画を見ればまあコカインに詳しい人はわかると思いますが、って俺がまさかあたかもコカインに詳しいみたいになっちゃうと困るんだけど、これね間違いなく知識量を超えてるわけですよ。なので、暴れる前に現実にはねそんなもう、数分暴れてそのまま死んでしまう量どう見てもなんですけども、まあ映画の中ではそれで延々とですね人を襲っていくんですが、ただの動物パニック映画なのって思われるかもしれませんが、これ ジャンルとしてはですね、かなりコメディ要素が強いんですよ。でそこで重要になってくるのは、フィル・ロード&クリス・ミラーですよ。やっぱり彼らは今でこそスパイダーバースシリーズが代表作になってますが、もともとは、曇り時々ミートボールというですね傑作アニメーションコメディで、世に出てですね、そこでいきなり名を上げたという、チームなわけですけども、彼らのまあもちろんスパイダーバースもねコメディセンス十分に生かされてますけど、彼らの、まあいわゆるコメディ作家としての、コメディプロデューサーとしての才気が爆発しているというですね、それがこの作品で、まあねまあ笑えるよ、笑えるし、なんだろうこれ舞台が85年なんですけど、1985年、もう映画全体が80年代のある種のコメディ映画、それこそさまあわかんない人いるかもしれないけども、ポリスアカデミーとかさ、あるいはなんだビバリーヒルズコップとかさ、まあまあ何でもいいんだけど、とにかく当時ってこういうもうさ、いい意味で何にも考えなくて笑える90分くらいの映画っていうのが、まあ90分100分くらいの映画っていうのが量産されていたわけですよ。で当たり前のようにそういう映画が毎週公開されていて、でヒットしていたというですね、だからまあある種ハリウッドのまあ一般的に80年代ってあんまり黄金期とは言われないんですけど、ただまあ商業的な黄金期であるよね、70年代落ちてから復活した時期のいわゆる80年代、彼らはみんな、エリザベス・バンクスも含めて70年代生まれなんで、まあ子供時代の彼らのね子供時代の、ハリウッド映画がまだすごくまだ未来が明るかった時代のに対するですねまあノスタルジーというか80年代ハリウッドコメディのへのオマージュ、いろんなところにあるんですけどもに満ちた作品になっていて、まあ彼らがこういう作品をよくまあだからまあフィル・ロード&クリス・ミラーがね今プロデューサーとして力があるからっていうのもあるのと、
あとまあエリザベス・バンクスが、まあ、あのピッチパーフェクトとかの2とか撮った女性監督ですけども、まあ、エリザベス・バンクスとかそういうのが得意だったという、まあ、いろいろあるんですけど、よくぞ、こういうなんか、作品をこの2020年代に、実現させたなっていう、まあ、それだけでちょっと喝采を送りたくなるような作品で、とにかく笑える。うん。で、なんだろうな。まあ、コカインってさ、まあ、もうコカインはコカインだからさ、映画でまあ数限りなく描かれてきてるわけで、で、まあ、大体はさ、まあ、ちょっと、もちろん、バーニンとかさ、中毒者とかの話になるからさ、あんまり明るく、まあ、明るく描くこともあるか。だけど、まあ、良き、まあ、子供とかが出てくる映画でコカインって両立しない感じあるじゃないですか。だけど、これさ、この映画笑っちゃうのはさ、まず人間で最初に見つけるの子供たちなんだよね。で、まあ、そっからのシーンは、ちょっと見てのお楽しみってことなんだけど、俺がそこで思い出したのは、あれですよ。俺ね、映画で一番、これまでの経験で映画で一番笑ったシーンがあるんだけど、それが、アニーホールのウディ・アレンが、コカインを吸おうとして、くしゃみするシーンがあって、それ、まあ、見たことがある人は、あれかと思うし、あれ、あれらしいんだけど、アドリブというか、本当にその場でくしゃみしちゃって、それを使うことにしたらしいんだけど、まあ、実際の本当のコカインは使ってないと思うけどね。まあ、アメリカでも一応違法だからさ、コカインはさ。それを思い出したんだよね。まあ、アニーホールは77年か。だから、まあ、80年代の映画ではないけども、そういうさ、コカインみたいな、まあ、いくらでも陰酸になり得るモチーフを、こんなに明るくコメディにするのか。しかも、子供を使ってみたいなね、ところですよ。そう。だから、本当に今の映画の基準で言うと、怒らないようなことを子供とコカインとかさ、そういう、なんか、今の常識だ、じゃあ通じないようなことが次から次へと起きていくんだよね。暴力描写とかっていうか、その熊のさ、人間の襲い方とかも含めてさ、割とグロいしさ、まあ、そういうこと言うと、えって怖がる人いるかもしれないけど、それとコメディが両立していて、なおかつ、まあ、ギリギリのリアリズムはちゃんと保たれてるっていうさ、クマもね。だから完全な、ありえねえよみたいな感じに、まあ、たまになるんだけど、っていう、このさじ加減は、やっぱり、このムービードライバーで取り上げた、さっきも名前出したミーガンにちょっと近いんだよね。で、この映画も95分でさ、やっぱりさ、こういうさ、ただただ面白いさ、100分以下の映画ってさ、もうなんかそれだけ、存在するだけでありがたく感じちゃうんだよね。で、ミーガンもさ、あんまりこのムービードライバーは回んなかったけどさ、予想されてた以上に日本でも、当たったのね。だから、このコカインベアも、もしかしたら結構、行くかもね。盛り上げたいねっていうのもあって今日取り上げたんですよ。でさ、やっぱこういう映画をね、ムービードライバーは応援していきたいなっていう、映画ってこれでいいんじゃないみたいな、ところ。あんまりさ、だって、コカインベアの考察とかさ、ないからね。まあ、確かに細かいところの、オマージュとかはいろんなネタは仕込んであるんだけども、考察とかしてもしょうがないからさ、そういうの。だから、なんか、今さ、そういうなんか、やたらさ、2時間半以上あってさ、もうなんかいろいろ考察してさ、みたいなのが流行りじゃないですか。ちょっとそういうのに抗っていきたいなぁと思っています。なのでみんなコカインベア、絶対楽しいから映画館行って見てください。あと、コカインベアで、注目してほしいのは、昨年亡くなったレイ・リオッタの遺作になってるんですね。レイ・リオッタが、まあ、悪役として出てくるんですけども、まあね、盟友の遺作として、この役で本当に良かったのかって、ちょっと、これもまたドキドキしちゃうような、役というか、クライマックスなんですが、ただ、いや、良かったんじゃないかな。いや、彼もやっぱりさ、そういう80年代のから、ハリウッド映画を支えてきた人だからさ、こういう映画で、ね、最後キャリア飾れて、まあよかった。亡くなったのはね、非常に残念なことだけども、レイ・リオッタの最後の姿を、スクリーンで見る、という意味でも、ぜひ見てほしいというのと、あと、主人公というか、まあ主人公のうちの一人の女の子
女の役があれですね、あのブルックリンプリンスちゃんっていうすげえ名前でのブルックリンプリンス、どうなってんだって名前だけど、ブルックリンプリンスちゃんはあれですよ、ショーン・ベイカーのフロリダプロジェクトのあの女の子ですね。毎回大変だよね、フロリダプロジェクトもなんかね、あの毒親母親のにさ振り回されて大変だったけど、今回はあれですよ、もうクマに追いかけられて大変で、あのですが、相変わらずブルックリンプリンスちゃん、あの非常に可愛らしくていいんじゃないでしょうか。はい、というわけで、採点です。うん、ミーガンが 8.0 だったんだよね。ってことはまあ同じくらい、うん、7.9 かな。うん、そんな感じ。ミーガンはさ、すごいプロダクションデザインのかっこよさみたいなのあったんだけど、もうこれはさ、まあ舞台が80年代だから、もう、ど80年代映画っていう感じなんで、どっちかっつうと、だからそれこそ、AT&T4 とかの、なんだっけ、X だっけとか、あっちのテイストにもちょっとあるかなっていう感じだ。要するにその、最近流行りの、舞台の80年代っていうように合わせて作品のテイストというかルックも80年代に合わせてるみたいな、そういうやり方なんで、まあそれ自体は正解なんだけども、まあそこに特別おーってなるとこはなかったんだけども、まあだから 7.9 かな、けど別に十分高いよ。うん、とにかく映画館行ってさ、まあ何も考えずにさ95分間さ、大笑いするというさ、そういうことをさ、やっぱ我々は大事にしていきたいなと。MB ドライバーはですね、そういう映画を今後も応援していきたいと思ってます。それでは。